ございます。今日はドアのリフレクターに LED を入れた動画です。音声付きで再編集させていただきました。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。アストロタイガーのベース車両シポレーアストロですが、ドアの内張りを外すとこの辺にコネクターが隠れています。これが隠れてたコネクターです。テスターを当ててみると 12V が流れてました。アストロのドアにはリフレクターがあります。このリフレクターのついてるところですが、アストロの96年以降のモデルにはリフレクターではなくカーテシランプのついてる車があるみたいです。オプションなのかもしれませんが、カーテシランプは白く光るみたいで、うちのにもその配線だけは来てるみたいです。なのでこの配線を利用してここに LED を入れたいと思います。右のドアも内張りを外します。車から外したドアの内張りです。裏側からリフレクターの爪を外してリフレクターをドアの内張りから取り外します。ドアの内張りにドリルで LED を入れる穴を開けました。この時入れる LED より少し小さい穴を開けておきます。アルミテープを貼って開けた穴に合わせアルミテープにも穴を開けリフレクターを戻し、はみ出したアルミテープを切り取りました。リフレクターをもう一度外しハンダゴテで穴を溶かし広げながら裏から LED を差し込みました。低電流ダイオードと配線をハンダ付けしました。 LED と低電流ダイオードにつきましては動画説明欄に詳細を記載いたしますのでご覧ください。絶縁を兼ねて配線を裏側からホットボンドで固めました。コネクターとつなぐための配線も作成しました。合うコネクターが見つからなかったので LED の切った足で作りました。コネクターに差し込んで抜けないようにテープを巻きました。配線をつないでテストしました。リフレクターを戻すとこんな感じです。内張りをドアに戻し右側は完成です。次は左側のドアのリフレクターに LED を入れていきます。左のドアの内張りにも穴を開けてアルミテープを貼り LED を取り付けて
低電流ダイオードと配線をはんだ付けし、ホットボンドで固めました。左側の内張りも元に戻したら完成です。それから8年、左側の運転席の6個の LED のうち3個がつかなくなってました。実は少し前から点滅してたので、切れるのも時間の問題だと思ってました。そうなんだ。つかなくなった3つの LED を新しい LED に交換しました。ですが新しい方が明るすぎです。なので結局6個全部新しい LED に交換しました。夜は少し明るすぎる気もしますが、 LED の交換完了です。ちなみに右側は今もついているので交換しておりません。左右で明るさが違いますが、まあ一緒に見ることはないのでいいことにしておきます。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信しますのでよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。